はい、スポーツ部部長の寺です。今回の動画についてはパーソナルトレーニングの風景から、これは何のためにやってるのかっていうことの解説も踏まえた、形の動画にしていきたいと思っています。まずこの選手なんですけど、今いろんな選手、ボクサーであったり、空手の選手だったり子どもたちだったりという形でパーソナルトレーニングという形をとっていますが、意外といろんなことをやっているので、皆さんにお伝えできるところをお伝えしていきたいと思っているんですけど、今回の選手についてはボクサーですね。大学1年生の女の子なんですけど、パーソナルトレーニングを始めて、まだ、1ヶ月ちょっとぐらいの、選手になります。すごくボクシングとしての能力が高い選手ではあるんですけれども、フィジカルがまだまだ弱くて、意外とできていないなっていうところがあったり、まあ、得意なところと、私が強調しているところ、いろんなところがあると思いますので、今日はその動画を、シェアしながら解説をしていきます。ではよろしくお願いいたします。実際に見てみましょう。まずウォーミングアップ、初めてだっけ。まあ、いろんな体を動かしながら一通りの体操のような、動きが終わった後に、ボールを使った動きを入れているところですね。私はテニスボールをよく使うんですけど、テニスボールをこのキャッチをするという動作、動きについてはやっぱり一度目で見て、認識をしてそこに手を動かす、しっかりとそれがコントロールできて初めてできる動作がキャッチになります。これハンドアイコーディネーションという言葉を使うんですけれども、目と手をコーディネートする、上手に扱う、ちょっとさっきのボールを取るところの、説明になるんですけど、動きながら目もぶれます。動きながら手を動かすこと、 目を使って非常に難しい動きの連続体になるんですけれども、ウォーミングアップは脳に刺激を入れて活性化する、よく私は覚醒状態っていうふうな言い方をするんですけど、通常の日常生活よりもちょっと活発に脳が働く状態を作るために、こういうボールを使った動きを最初に入れています。これも非常にハードなエクササイズになるんですけれども、ダッシュという位置づけをしていますけど、止まった状態からボールが手から離れて、その認識をしたらできるだけ全力で3歩動けてるかどうかということを私は確認をしています。なかなか自分の体って重たいので、3歩前に出力を出す、走るって非常に難しくて、瞬発力、爆発力という言葉で、私は表現をしているんですけど、なかなかまだまだ動けていない。見てみると分かると思うんですけど、1歩目2歩目はほとんど走れていないです。絶妙なところに落とすテクニックが必要ですね。どんどん活性化させて、ちょっと攻撃的に、もうイライラするような、そういう状況をあえて作っていきます。諦める選手とトライをするところの局面が見えてきますね。まあ、彼女はボクシングの選手で試合前だったので、まあ、まだまだトレーニングの最初の段階なので調整というわけではないですけれども、ちょっとイメージも、各競技に持たせながらやってますね。次下半身に入ってます。こう私が大事にしているんですけれども、地面を押すということを目的に、股関節、膝、足首っていうこの三関節ですね、この三関節を曲げて地面に対して強い力を押せるポジションを確認させてあげる。そうしないと実はただしゃがんでるだけで地面に対して力が加わっていないってことがよくあるので、まだまだ左の膝が内側に入ったり、膝が動揺してるんですね、グラグラしてる。それが見てると分かると思うんですけど、ちょっと専門的になりますけど、
後ろ荷重になって力が地面に加えられていないということが結構あります。ですので私はチューブで負荷をかけて少し斜め前に押す感覚を常に持たせていってるというエクササイズになりますね。まあいわゆる股関節の伸展というスクワット動作になりますけど、なかなか力発揮の難しいハードなエクササイズの一つですね。下半身を使って股関節を使ってのエクササイズとしての2つ目のポジション、これがワイドポジションと呼んでいますけど、ちょっと大臀筋というお尻の筋肉を活性化させる、そのために外転、膝を開いた状態で地面に対して力が押せてるかですね。結構体幹部が抜けるんですよね、この選手。原田選手と言いますが、やっぱりこの胴体が安定をしていないので頭が上がってきます。顎が上がってくるんですね。顎が上がってくると力がどんどん抜けていって、地面に対する力が入れれないという、そういう良くない動作がたくさん出てきます。まあ、正直に弱いということを伝えています。まあでも良くないことをたくさんまずは認識するってことがすごく大事な段階ですので、まずはしっかりこなしてもらうために、どんどん動きを入れながら、まずはこなそうという段階ではありますね。まあ説明をしているので、次は今度は横に動くために地面に力を加える真横への動き、ラテラルムーブメントという言い方をしますが、股関節を使って地面に力を押すことに対して負荷をチューブでかけています。押せないですね、全く。まあボクサーですので、彼女は横への動きは実はたくさんやってるつもりでも、そこだけをチョイスすると意外とやっぱりできない。まあ、レジストチューブを使ってレジストラテラルムーブメントという形のステップ、どうしても上下の動きが大きいですよね。まあ、1本目2本目3本目とやる中で修正を加えながら、自分の感覚も大事にしてもらいながら、あ、こうやって横方向に動くためには力を発揮してるんだなということをまず、頭や感覚的な中で学習をしてもらっています。で、実際の動きに、入っているトレーニングになりますね。ドンドン、ジャンプしてない、越えろ、越える、越える、左足、ドン、ドンドンドン、越える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 、まあ、ドン、越える。こういうステップワークはなかなか難しいですね。分かっちゃいるけど実際に動こうとすると自分の体の動きと認識、頭の中にあるイメージと体がリンクしてこない、非常にあることです。だからこそトレーニングっていうのは、いろんな動きをやりながら自分のイメージした動きと実際の動いている動きをリンクさせていく作業が必要になってくる。横へのダイナミックなジャンプをやりたい。力を加えて自分の体が横にドンとずれることをやりたい。ジャンプなんです。ジャンプ。ジャンプしてついたらまた右、右、右。ジャンプして、ジャンプして。あの手この手で言葉で、もしくは動きを見せて。最初の段階はやっぱりこういうことの繰り返しですね。
非常にもどかしいと思うんですけど、こういうのが動作の経験学習になっていきます。一度やれたらなんてなく なんと一度やれたら簡単にできるようになるんですけどね。まあトレーニングの合間にボクシングの実際のためにやってるんですよというイメージは少し持たせてやってるつもりですね。サイド横への動き、ラテラルムーブメントに対してボールをキャッチするという負荷を与えています。さっきの地面に対して力を加えているのがどれだけイメージの中で出てるか、だいぶやろうとしている動きの中では見えますね。言葉の使い方ですけど、足の裏が熱いので早く離しなさいという思いで言ってるんですけど、どれぐらい伝わってるかわからないですね。まあいっぱいいっぱいのまだ段階です。まあトレーニングやってる時は必死なので、でもずっと言い続けるようにはしてます。言葉をかけて耳に入ってるかどうか、きちんと聞いて反応してるか、その要求したことを動きでやろうとしてるか、私は動きで返事をしなさいという言葉をよく使います。ただはいという返事だけではなくて、必ず動きでやってますよという返事をしてくださいということは言ってますね。次にここから後半筋力系に入っています。私はプッシュアップという腕立て伏せをたくさん結構やるんですけど、上からグッと押されているものに対して押し返す、地面をこれも強く押すという感覚になります。決して上腕三頭筋や大胸筋のトレーニングという位置づけではなくて、押されているものを押し返す、地面に対して強い力を加える。そのためには体幹部が入ってこないと押せないので、私上から押さえてます。レジストプッシュアップ、ミドル、高さが中間地点と低い地点でもしっかりと地面を押せてるかどうかの最初確認なんですけど、なかなかこれが難しくて、最初の 1,2 ヶ月は本当にできない選手が多いですね。男性でも同じです。自然と呼吸が止まってしまうので、あと全身の筋肉を使うので汗が吹き出てくると、選手はちょっとこうクラッとするような、めまいがするようなことはよく言います。ベンチプレスの100キロを持ち上げるよりも、動員の筋の動員の数、筋肉がたくさん働くので、非常にエクササイズとしてはレベルの高いエクササイズの一つですね。レジストプッシュアップ、だいぶ入ってくるようになっていますね。次は実際に押し返してます。押し返している動作に対して私がストップをかける。まあアスリートならではのこれはトレーニングになると思います。一般の人にはちょっとできないですね。特に腰に対しての圧迫もかかりますし、非常に強度が高い。全身を使って力を発揮する、決して単発的な単箇所での部位ではないと。自体重を使っていますけど、私が手技で負荷をかけて、まあ、なかなかこうやって動画で撮影してもらうことはないんですけど、こうやって見るといじめてるみたいだなと。また相手が女の子ですし、
はい、かわいそうになってきますね。もう会話ができない状態になっていますね。はい、次は前面から、次背面の時にエクササイズ、こういうエクササイズを入れてます。これ YT という言い方をしていますけど、まあ背中、背面、広背筋や、肩甲骨と肩甲骨の間の菱形筋や、まあ僧帽筋や、そんな筋肉を使いながら背中の背面に対して少し刺激を入れて、前面背面という、まあ全面的なバランスを、全体的なバランス、偏りなくという形で、手技で私の手で負荷ですね、レジスタンスをかけることによって非常に分かりやすい繊細な動きができる、いろんな修正も角度によって加えられるという利点もありますね。まずはその筋肉を使っていって、筋肉が働くまで、負荷をかけ続ける、今日一日の中ででも働く、筋肉がしっかり働くまで負荷をかけることのアクティベートするという表現をしますけどが一つと、やっぱ次のトレーニングに生かして、次こういう動きができた方がいいな、もっとこういう動きが良くなると、いいなということをイメージしながら、種目はその都度その都度、選手に与えている段階、与えているというやり方をしています。決して私はプログラムを作ってこれをこなしていこうという形ではなく、動きを見ながらいろんなエクササイズを入れていくということが多いですね。前に後ろ、Y と T、 V を変えています。横と斜め前ですね。まあダンベルを使ってローイングをちょっとやらせようというふうに考えたんですけど、うん、まあ今度は物を使うので重さが一定なので、左右差の確認であったり、本人が今何キロぐらい引き上げる能力、筋肉が活発化してきているというのの確認もできますので、ちょっと引く動作で今度はダンベルローイングと、まあ可動域を大きくしながら広背筋プラス、まあ菱形筋も含めてというアプローチですね。まあこうやって言ってますけど、まずは数をこなさないことにはトレーニングの効果は現れないと。まあ、前面プッシュアップ、背面となってきたときに、今度は上方ですね、上に押したいのでちょっと倒立を採用してます。なかなか自分の体重分の体を、重さをこう押し上げるってなかなか難しい、力が必要だし、バランスを今取ろうとするために、まあバランスが取れていないので私支えてあげてますけど、本来は自分で中心を取りながら左右差なく力発揮をしたいですね。まあまだ最初の段階なので非常にサポートが必要な段階になってます。まあ、本人は下げているつもりですけど全く下がってないです。今は実際に自分の自体重ですね、ボディウェイトを押し返しましたけど、今度は体幹部を安定した状態で20キロのバーを押し返してみようと。考え方は同じで、安定したポジションで体幹部に対してアプローチをする、その状態でじゃあ今度はバーを上に押し上げてみよう、意外とこれがブレてくると。負荷をうまくかけながら、まあショルダープレスではあるんですけど、どこに目的を持っていくかが大事で、あと1回キャン伸ばす、お尻下げてかかとつける、地面押せ、トントントン伸ばせ。20キロのバーでも非常にやっぱり難しいですね。
特にボクサーっていうのは筋力トレーニングウエイトを持つことっていうのがほとんどないと思うんですね。なので筋力を全体的な筋力アップを図るときはちょっと重たいものに対するアプローチも、しながら動きを出しながらと、バランスを取りながら、やってます。前面のトレーニング、背面のトレーニングで上方に押すトレーニングが入ってきたので、今度は一般的な腹筋と言われている、体幹部のトレーニングになっていってますね。腹筋を使うときにどうしても手の、反動を使ったり足を使ったり背中を使ったりと、結構いろんな使い方をするので、まずは腹直筋というお腹の前の筋肉をしっかり活性化するために意識を持たせるときにこういうことのやり方でやりますね。足は固定しないで、逆に膝と膝をギュッと締めて骨盤体を安定させて、手を上に上げておくことによって手の力を使わせないように私はしています。今度はねじり動作になりますけど、腹斜筋という、まあ、ボクサーで使うねじりの動きに対するアプローチで、下がる手を出すことによってそいつを避ける、それから腹筋で上がってくる、そこに対してねじりを加えています。足を私の足で押さえています。で、膝と膝を締めることによって内転筋が働く、膝が開かないようにというものに対してのねじりですね。極端にこっちの方が弱いですね。左側に体がねじれない、左右差が非常に大きいということがこの時感じたんだと思うんですよね。足で地面に力を実際は加えて足がグラグラしないように、そこから力をもらって内転筋から左側に、今右足の内転筋から左側に入ってくるという動きを学習するために、膝と膝に挟んでいる棒が落ちないように締めてということをアプローチをしています。まあ、少し気づいたことはこうだよってことを選手に伝えながら、だからこういうことをやってるんだよってことをやってます。まあ腹直筋って強い力を本来発揮しづらいところなので、まあこうやって角度を取りながら、まあ私が実際に力を加えているので、まあこういう体勢にどうしてもなってしまうんですけれども、まあ、トレーニング中はパーソナルトレーニングなので手技で与えるのが一番感覚がいいので、器具を使わずにやることが結構多いのが特徴かもしれないですね。まあずっと1時間ぶっ続けで動くので非常にハードだし、気持ちが強い気持ちがないとなかなかこの一つのセッションはこなせないかなと。まあ、彼女は非常にモチベーションは高いので諦めずにハードエクササイズをこなしている選手の一人ですね。次は下半身に入っていって、ラストちょっとランジポジションというふうに足を前後に開いた状態でのエクササイズを今回は採用してますが、まあこれも非常にお尻周り、股関節周りとしては強度が高い種目になりますね。干渉してしまうと力を吸収してしまってますよ、地面に対して強い力を加えるんですよ、この前後のポジションでも、その時の胴体や頭の位置、力を発揮する荷重ポイントですね、足の裏、そういうのを繊細にすることを見ながら、あくまでもこれ前足で右の股関節を使ってお尻周りを使って地面を押すという動作の学習になります。意外とここ力が入らないですね。
今のところに左足絞り込んで、ここスタートライン、ここから自分の体を落とす、ここ。ボクサーのように非常に股関節周りを使ってパンチを打ったり動いたりしている競技でもなかなかその筋力を使えてるかって言ったらまだまだ使えていない選手が多いので、こういう基礎的なシンプルに単純な動きを何回も何回もまずはやっていくことが大事だと考えてます。これは落下を供給してますね。自分の体を落とす、自然落下させる、意外と難しいテクニックになるんですけど、私が要求していること、落とす、そいつを止めることによって筋の収縮の速さを出したいんですね。ブレーキ筋です。キュンキュンキュン、ケトルベルというちょっと夜間のような形をした、重さを使って負荷をかけています。ずしっとくるこの感じが、中心がぶれないのでプレートよりも、あえて私はこのケトルベルを、よく使っています。非常に大きな負荷ですね。まあこの時はもうこの負荷を今日はこう経験することによって次に生かしていきたいという思いが強い。なので動きは崩れてますけど、次につながるようなエクササイズ、このセッションになってますね。もう後半最後なので結構いっぱいいっぱいです。地面に力を加えるポジション、ボディバランス、瞬間的な地面に対する力発揮、負荷をかけた後に今度は負荷を抜いて、負荷をかける、負荷をなくす、コントラストトレーニングっていう言い方をしますけど、ちょっと難しいことをやって、ちょっと簡単なことに戻して、また難しい負荷をかけて、動きに関して繊細な動きを出しながらっていうのを大事にしながらやってますね。ラストですね。前後に足を開く中で瞬間的な力発揮、そのためには自分の体をドンと落下させる必要がある。ドロップランチ、体幹部はあくまでも安定して真下に対して落ちていくものをずしっと止める。前足 90% と言ってます。前足 90%、 後ろ足 10%、負荷をかけた後に負荷を抜いて最高パフォーマンス、ここが非常に大事になりますね。負荷をかけたものに対して頑張れ、負荷を一回なくした時に最高パフォーマンスがどれだけ発揮できるか、右の方が弱いですね。少しずつ後ろに下がっているのが分かりますかね。前に体重が乗らなくなるんですね。そうすると自分の体はどん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 後ろに、後方に下がっていきます。この時はケトルベルは12キロを使ってますかね。
もう少しやっぱり上下運動が欲しいですね。落下、落ちる力をまだまだ地面に瞬間的に加えられていない、まあ、そこをこの疲れた状態で要求をしていくし、選手はそこを追求していく必要があると。最後枠締めてさあ、トライトライチャレンジゴー、トモセ押し返す、地面押して4、5、6、7、5、5、前、8、崩れていきますね。で、何もない絡みの状態でどのぐらい最後表現できるか。体が分散をする、動きがコントロールできないと体がどんどんブレてくる、そうするとボディバランスが取れなくなってくる。もう一セットやるんですね。大丈夫ですかね。ラストですね。3セットって言ったんですね。そしたらもう追求しなくちゃいけないですね。自然とこういう声が出てくると思うんですけど、やっぱり力を入れるときにはグッと締めですね、声を出したり何か息を吐いたり、そういうアクセントという言葉を私使いますけど、それをコントロールしていくってこともすごく大事で、スポーツというのは瞬間的な力発揮が大事になってくるので、トレーニングの中でもじわっという力発揮よりも声がガンと出るような、そういうエクササイズの方がやっぱりいいなという、効果的だなというのは感じています。まあ、ボクシング競技っていうのは非常にハードなゾーンで動く種目ですので、疲れた状態でも体を制御したり力を発揮したりするっていうことは大事なので、まあ、この後半のトレーニングはそういうのが、メインになってきますね。まあ、こういう状態にパーソナルトレーニングはほとんどの選手がなってきます。100点満点中4点と言ったら本人はすごく喜んでます、はい、最初マイナスだった選手ですので、まあ、少しクーリングダウンを入れて、まあ、大体約60分1時間ぐらいずっと動き続けるような、セッションになります。非常にハードで、まあ、アスリート、トップアスリート向けの内容になってます。なかなかこういう機会を見ることもないと思うんですけど、まあ、ちょっと解説を加えながら何をしているんだってことを見てもらって、なんか感じてもらって面白ければなと思ってますけど、ちょっとマニアックで、トレーニング好きの方にはたまらないのかなと思うんですけど、普通の人はあまり見ても面白くないかもしれないですね。でいじめるばっかりだとね、良くないので、そこから約20分ぐらいですかね、少し体をほぐしてストレッチをかけるっていうことをやりながら、今日のトレーニングはここが良かったねと、もう少しこういうところが必要だな、もう少しこういうことに取り組む必要があるよねと、だったり、まあ、普段の生活スタイル、学校での大学での生活になってますので、学校ではどういう生活を送っているのか、食生活ですね、食事に気をつけていること、あまりコンビニ食ばっかりになってないか、なんかそんなことを結構話しながら、もう少し改善点があるのはこういうアドバイスを送ったり、こういうふうにしたらどうっていうアドバイスを送ったり、ちょっと体が小さくなった選手だったので、もう少し食事を取るためにはこういう工夫をしようねってことを話したりしてます。まあ、こういう時に日常生活が大事だっていうことは本人も分かってはいるんですけれども、睡眠の質はどう、睡眠時間はっ
あと朝の寝起きはっていうところで、結構選手ってどうなんですかね、これってどうなんですかねって、いうことを話してくれるので、うまくリカバリーや回復のための、取り組みとしての時間にも当てられている、ケアをしながら、そういう話は結構して、結構有効な時間にはなってるなと思ってます。まあこの時は朝練で走っているタイムが速くなったから嬉しいっていうことを選手は伝えてくれました。はい、今回はちょっと一人の選手のパーソナルトレーニング風景を皆さんにお見せしながら解説をしていきました。器具を使ったトレーニングばかりではないので、動きや、もしくは手技を使った負荷やということを大事にしながらやってる、まあ、ボクサーに対する今回トレーニングでしたので、あくまでも我々の体は筋肉を使って自分の体をコントロールすることが重要であるので、ちょっとそういうふうなことを踏まえて、今回、解説をしてみました。まあ、またこれに対してもっと詳しい解説、これってよく分からなかったっていうものがあればコメントいただけると嬉しいかなと思います。パーソナルトレーニング動画、いろんな選手たち、プロボクサーや、トップ選手や、いろんな選手がいますので、これから、皆さんに少しずつお見せできればなと思っていますので、楽しみにしていてください。はい、今回の動画以上になります。スポーツ部入部届お待ちしています。入部届はチャンネル登録で